要は2つ、相談をしてましたね、準備行為をしましたね、ということで逮捕要件を満たすと判断すればあなたの身柄を拘束することは可能です。無実を主張したとしても最大で23日間拘束は可能になります。例えば勾留が23日まで及ばなかったとしても24時間、48時間だったとしてもあなたは会社休まなきゃなんないですよね。なんて説明します？いや、どうやらなんか殺人事件の案件で私が容疑者としてなんか取り調べがあったようでですね、みたいな話できます？本当は無実であったとしても解雇される一つの原因になったりとか、友達から犯罪者扱いされる可能性ないですか？これ社会的には抹殺されることにつながらないですか？そんなことを捜査側がするわけがない。この国には司法というシステムがあるじゃないか、裁判所があるだろうっていう方にお伝えしたい。捜査側が要求した令状はほぼ却下されません。 100% 近く出される。逮捕状に関しては却下される確率 0.06%、 捜索差し押さえ、検証許可令状なども 0.04% 程度しか却下されません。これについて弁護士で元東京高裁判事の方はこうおっしゃる。非常に厳格に吟味する人もいれば、捜査官の主張通りにどんどん令状を出す人もいるんですよ。捜査機関は個々の裁判官の判断傾向も事前に把握していると。この人出しづらい、この人出やすいって話をすでに把握してるって話なんですね。その日の当番が厳格な裁判官だと事前に分かると捜査機関は令状の請求しません。簡単に令状を出してくれる裁判官が当番の日まで待って申請するんだそうです。私が勤務した地裁ではそういうことがありました。この人の地裁だけじゃないからこそ却下率が 0.06 とか 0.8 とかになるわけですよね。ほとんどがそうだっていう話です。日弁連山下幸男弁護士、日本の裁判官は捜査機関が提出した資料で判断をする。捜査側の言い分だけで判断するので、よほどおかしな点がない限り却下されない。令状の却下率、もう一回見てみます。逮捕状却下される率 0.06、 一番下全ての令状で見てみても却下される率 0.8、 ほぼ 100% に近い形で求めたものには応じるって話なんですね。でも大丈夫ですよ、そんなのってね。日本の警察官、日本の捜査機関はそんな無茶なことはしない。皆さんそう思われますか？村木厚子さん、ね、郵便の不正事件ありましたよね。厚生労働省の村木厚子さん、取り調べを受けた厚生労働省関係の方々10人いらっしゃいました。10人のうち5人が村木さんの関与を認めたんです。冤罪ですよ、村木さん犯人じゃないんですよ。でも厚生労働省関係者は取り調べに呼ばれた10人、5人が村木がやりましたって認めたってことですよね。これ何を意味してるか、無理な取り調べをしてるってことなんですよ。日常的にこの国にある冤罪事件どれぐらいありますか？何十年って閉じ込められてる方々たくさんいらっしゃるじゃないですか。日常的に無理な捜査、自白の強要、無理な供述をさせてるってことの表れです。10人中5人。他にも2012年にパソコンの遠隔操作事件ってことがありました。インターネットの掲示板を使って他社のパソコンに遠隔操作、他社のパソコンを遠隔操作した、それを踏み台として襲撃とか殺人予告を行った事件ですよね。この中でもかなり無理な取り調べをしてたってことが明らかになりました。4人の容疑者が取り調べを受けて真犯人でない2人が自白をした。すごい、これ笑っちゃいけないところなんですけど、笑っちゃいけないんですけど、あまりにもひどくないですか。4人が犯人だと決めつけられて取り調べを受けて、全くやってなかった2人、真犯人じゃない2人が私がやりましたって言っちゃったんですよ。日常的にこんなことが行われているのが日本の捜査機関の実情だってことですよ。長期拘留ね、このような状況でもう言わなきゃどうしようもないっていう、これは裁判で覆いそうで、裁判になってあれは無理やり言わされましたってことにしたって、そのままもう刑務所とか入れられるっていうような冤罪事件が山ほど発生しているのがこの国の実情です。結果今ご紹介した2件でも 50% が嘘の供述をさせられていた、捜査機関によってってことですね。これ海外でも似たような話があります。
2004年ちょっと前ですね、ノースウェスタン大学、これアメリカのロースクールの研究結果、1973年以降死刑冤罪事件の 45.9%、 その原因は何か、誤った情報提供者の証言が原因であると。自分自身が取り調べを受けて、自分自身が自白強要されるだけじゃなく、いろんな人たちの証言者っていうところにも非常に曖昧なものであったりとか、全く違うことを言ったりする傾向も世界的には見られるんだって話ですね。考えただけで犯罪者と扱われ、盗聴やガサ入れ、身体的拘束をあなたが受けたら、その可能性だけでも怖いですよね。実際にそのようなことがなかったとしても、そのような目に遭うかもしれないってあなたがもしもそう思ったとしたら、これ余計なこと言ったら、やったらどえらい目に遭うかもしれないなって思いません？これ巻き込まれるかもしれないな、ややこしいことにって思いません？何も考えんとこ、何も言わんとこって話になりませんか？これ大成功なんですよ。萎縮効果を狙った法整備大成功。一番コントロールしやすい人々を権力者が手に入れることになるんです。被害者なし、実行なし、考えただけで犯罪者扱い、捜査は進められますよ。これ私たちの思想信条、内心の自由、表現の自由、いろんなものを奪いかねない、その可能性が高いような法律になる可能性非常に高いです。これ通っちゃえば運用自由ですから。で、該当する犯罪もその後一部法改正、一部法改正でどんどん広げられるんですよ。警察権力の拡大と警察の予算付けの拡大のために行われる。そればかりじゃなく、物を言わない人々を多く生み出すということにつながる、そんな法律だってことですね。まさに日本国憲法19条思想及び良心の自由、21条表現の自由、31条法定手続きの保障に違反する法案であることは間違いないじゃないかって話ですよ。そうは言っても、だって俺悪いことやってないもん、自分がやばいことしてなかったら関係なくないって思われる方いらっしゃいますよね。犯罪者ではなく当たり前のことを主張する人々がすでに監視の対象になってます。すでにこの日本では当たり前のことを当たり前のことに言う、当たり前のように言う人たちが監視の対象にされています。その話をします。皆さんご存知でしょうか、法務省の外局です。公安調査庁、公安調査庁っていう組織をご存知でしょうか。どんな仕事をしているかご紹介します。時間 OK です。破防法に基づき、オウム真理教の事件の時とか出てきましたよね、こういう言葉ね。破防法に基づいて暴力主義的破壊活動を行い、将来もその恐れがある団体、これを調査しているのが公安調査庁なんです。これやってもらわないとダメですよね、そんなまずいことね。だって暴力主義的破壊活動を行う、もしくはその将来的にそういうことをやる可能性がある人を見張ってくれるんだったら、ぜひとも公安調査庁の皆さんに頑張っていただきたい。私もそう思います。じゃあ暴力主義的破壊活動を行い、将来もその恐れがある団体として、この公安調査庁がマークし調査し続けてきた人々っていうのはどういう人々だったのかをご紹介します。日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会、あいつのあの書いてるあのボールペンがみたいな話ですか、暴力主義的破壊活動につながるみたいな、あの文章がみたいな話ですか、まっとうな人たちじゃないですか。世の中の不正を暴いたりとかね、おかしいってことを世の中に発表する人たちがマークされ続けてる。他にもアムネスティインターナショナル、人権保護団体、要は長期交流、あまりにもありえないような長期交流を受けているような人たちに人権侵害だってことで、世界中で声を上げて何とかしようとするような人たち、他にも生活協同組合、暴力主義的破壊
行為につながるキャベツ作りを続けるやつら、それが生活協同組合みたいな話ですか。バカ言っちゃいけないよって話ですよね。冗談も大概にしろ、でも冗談ではありません。このような人たちを暴力主義的破壊行為を行うような者たちとして公安調査庁がマークをし調査をしている。他にも情報公開を求める市民運動、例えば国が出す資料は黒塗りだらけだ、こんなの良くない、ある一定の期間を過ぎれば市民に情報公開がなされるべき、当たり前ですよね、民主主義の当然のことを求める人たち。他にも青年法律家協会など、他にも全国公害患者の会連合会、この人たちが暴力主義的破壊行為を行いますか。どう思います、皆さん。将来的にそういうことを行う方々ですか。はい、メロリン級ですよ。ありがとうございます。そんなあなたにも知っていただきたいのがテロと準備罪、その方にぜひチラシをもらっていただいてください。すいません、チラシをぜひ。ここでコミュニケーションが生まれたのも何かの縁です。ありがとうございます。話戻ります。公安調査庁が暴力主義的破壊行為を行う者たちとして監視を続けてた中に全国公害患者の会連合会が含まれている。おかしくないですか。暴力主義的破壊行為のような経済活動によって、企業活動によって、公害によっていろんな方々が体を壊された、それによってその企業を訴えたりとか、そして国に対して損害賠償ね、補償を求めたりとかするような人たちがどうして暴力主義的破壊行為なんですか。他にも核兵器の廃絶を訴えるような原水金、原水橋などもマークされて調査されている。これ明らかなんですよ、何をしようとしてるか。政府に対して、政治に対して、それに関わる企業たちに対して余計なことを言う人たちはマークする、調査するっていう話なんですよね。権力を持つ者が考えることはいかに人々をコントロールするか。政府の不都合にツッコミを入れるような人々は目障りで鬱陶しい、当たり前です。で、すでに先ほど言いました、相談をする、準備をする、これがセットになって処罰の要件だって話ですけど、違います。処罰の要件であったとしても、それ以前に、それよりもずっと前に捜査は始まるって話です。変な相談するんじゃないだろうね君たちってことで、広範囲にわたってあなたの通信が監視されます。そのための下地作りは昨年法改正をもって行われました。今でも警察は事件に対して盗聴をする権利を持っています。盗聴できます。でもそれは限定されます。4つの大きな犯罪にのみ、4類項にのみ限定されています。集団密行、殺人、銃器、薬物に盗聴をしていいっていう範囲は、限られていました。それを大幅に変更したのが昨年の法改定。この赤字で書かれた部分、まあ、物騒な部分もありますけれども、そうでない部分もあります。で、この赤字の部分の2つ、詐欺、窃盗、これだけで全ての刑法犯罪の 80% 以上を占めるんですよ。例えば窃盗、窃盗と一言で言ってもかなりの幅があります。例えば万引きも窃盗に含まれます。万引き当然犯罪ですよ。でもこの万引きするかもしれない人間に対して盗聴しますか。これちょっとおかしいでしょ、やりすぎでしょそれ。でもそこまで盗聴できるんですよ、そこまで広げたんです。他には詐欺っつってもすごく幅が広いです。例えば先ほどお話した釣り銭詐欺、他にもキセルも含まれる。一駅、あ、最近はスイカですからね、一駅じゃあちょっとこれもう料金足りないけど、あの改札口あのジャンプして出ようみたいな、これでもあのアウト。もちろんこれ犯罪ですけどね。例えば釣り銭詐欺、あ、多めにお釣りもらったけど黙っとこうみたいな、これも釣り銭詐欺です、犯罪ですけどね。でもそれらに対して盗聴するってやりすぎじゃないですか。どう思います皆さん。一体何がやりたいのか。万引きでも釣り銭詐欺でも盗聴できるようにしてしまえば全部盗聴できるようになるって話なんです。例えば万引きしたい中学生を入り口に、その家族、親族、知り合い一人から何十人、下手したら何百人っていうふうに盗聴できるきっかけを広げるっていうような武器を手に入れた、魔法の杖を手に入れた。これは何のために行われていたか。
警察権力の拡大、もちろんこのテロ等準備罪につながる話でもある。下準備を申す